2021年今年の漢字ご記号をお願い申し上げます。いよいよです。いよいよですね。この大きな和紙のどこに最初に筆が入るのか、ね、さあ皆さんの予想する漢字があるでしょうか、はい、出るでしょうか。さあ何でしょう。あ、漢数が筆を持ちました、はい、どこから左の方見てますか。そうでもないですか。左、あ、中央。あ、お、お、2画目来ました。これはこれはこれはもしややはり4回目の金なのか。強くあのようですね。2021年今年の漢字金となりました。今年の漢字がスタートしてから4回目の金と、はい、いうことになりましたけれども、やはり、ね、今年の、ね、東京オリンピック、うん、パラリンピックでもたくさんの金メダルが、ね、感動が生まれましたものね、うん、史上最高の27個もの金メダル獲得したオリンピック、うん、パラリンピックでしたから、やっぱり金は外せないですね。そうですね、うん、ありがとうございました。さあ今年の素晴らしい文字ですね。やはりでも金は大本命だったんですかね、皆さんにとってはね。そうなんじゃないでしょうかね、うん、あとはね、プラスの意味では金メダルでしたけど、今年もお金にまつわる事件いろいろありましたね。そうですね、それはマイナスの方向に考えると、そういったね事件などもあったなということですよね、うん、そうですね。でこれ1位だけがこうフィーチャーされてますけれども、毎年上位20位までが発表されているということで、自分がね予想したものが例えば金じゃなかった方たちも20位内に入っているのかなとか、そういうのをね見てみるのもいいかもしれないですよね。そうですね。打ち立てたコロナ禍で生活が困窮する方々に大きな支援金が与えられた。でもやっぱりこういいニュースの方で、東京オリンピック、パラリンピックで金メダルがたくさん生まれた、それの象徴した金だというふうに捉えたいですよね。そうですね。あと、うん、今の会場のアナウンスでもありましたけれども、うん、補助金とか支援金という、うん、そういう意味でのお金の部分も、そうですね、はい、はい、さあ今年の漢字は金となりました。